こんにちは、田中あきこです。あっこって呼んでください。今日はおすすめの朗読練習作品というテーマでお届けしていきます。私朗読の動画もいくつか上げておりますけれども、朗読が好きなんですっていう方とかがね、聞いてくださってて、今教えてる生徒さんの中でも朗読がすごく素敵でしたなんておっしゃってくださいまして、すごく嬉しく思っております。朗読を勉強したい、なんか朗読をしたいなと思った時に、どんな作品が練習用としておすすめできるかというのを今日はご案内したいと思います。まず一つ目はですね、日本昔話です。子ども向けの中でも、こう小学校低学年向けとかね、大人向けのものもあるかもしれませんが、小学生向けぐらいのものがいいと思います。というのは長さもそんなに長くないですし、図書館とか行くとですね、どっちかっていうと児童書のコーナーに置いてあるようなものですね。挿絵なんかも入ってるのでイメージがつきやすいです。その日本昔話というのは、とても私たちに馴染みがありますし、どこで誰が何をしてどうなったっていうような、本当にオーソドックスで分かりやすい流れになっています。あと日本語の独特のですね、オノマトペって分かりますでしょうか。擬音語、擬態語のことです。雨がしとしと降ってきたとか、雨がザーザー降ってきたというような、ザーザーとかしとしととか、そういったものに値する言葉になるんですが、こういったこの音ってコンコンとノックされましたみたいなね、そういう風な表現になると思うんですが、そういうオノマトペが結構ふんだんに使われてます。効果的に使うとすごく表現力が増すものになるので、そういったところもおすすめですし、練習した後に子供とか、自分の子供でもいいですし、誰か聞いてくれる人がいたら、その子供に聞かせた時に子供が最後まで目をキラキラさせながら聞いてくれたら合格だと思ってください。子供は正直なので、つまんなかったらもうさっさとどっか行っちゃいます。ということで、面白ければずっと残って聞いてくれます。はい、なので日本昔話はおすすめです。起承転結もはっきりしていますし、そういった表現なんかも学べます。2つ目はですね、私の主観も入りますけれども、芥川龍之介作品の蜘蛛の糸というものです。これは学校の教科書なんかにも載っているので知っている方は非常に多いと思いますが、極楽のお釈迦様が地獄にいる神田田に向かって、蜘蛛の糸の、糸を垂らすわけです。でその糸を見つけた神田田がこう登っていって、でもその後で自分のことしか考えない発言をしたので、登っていくこの上のところでブツって切れて、遥かそこの地獄の底に落ちていくっていうような作品なんですね。でこの良さはですね、極楽と地獄っていうこの対極した世界が出てくるんです。登場人物も至ってシンプルで、お釈迦様と神田田、罪人ですよね、罪人の神田田以外は出てこないんですね。その他大勢みたいな罪人もいるんですが、その罪人はほとんど喋らないですし、お釈迦様も喋らないんですよ。で神田田が 2,3 行、1,2 行かな、話すだけであって、あとはその文章の表現だけでどれだけ臨場感を出せるかっていうようなところが勝負になります。で極楽と地獄のシーンの読み分けの仕方とかっていうところを工夫していくと、かなり表現力が増すと思っています。ですのでまとめますと、まずは一番最初、日本昔話、昔話あまりこう近くにないです、馴染みがないですってことであれば、イソップ童話とか、そういった童話系がいいですよね。そういったもので練習して、子どもが近くにいたら子どもに聞いてもらって自分の腕試しをするといいと思います。蜘蛛の糸なんかは大胆に表現していくことも学べますし、何よりもこの文章が美しいですよね。なので私はとても大好きな作品です。はい、ということで、朗読の練習をするときにおすすめの作品、2つでした。また聞いてください。さよなら。